じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日一部だけ持ってきてもらいましたけど、はい、いっぱいお洋服お持ちでいらっしゃって、うん、たくさんこうお買い物されてますけども、はい、そのポイントみたいなのを、ストーリーがあることが、例えばこれだと、うん、これはね、うん、いろんなブランドでこのそうですね、今ソックス、スニーカーたくさん出てるんですよ、ね、このバレンシアガのこれはね、なんか美しいんですよ。吸引力があって、ユーミンさんいつもこう頭にいろいろ巻いてらっしゃって、ね、これね、ほんの一部ですね。本当にほんの一部です。これが私のお宝なんですよ。あ、お宝。はあ、じゃあ、あー、すごいミッキー、エルメスのミッキー。なんて嘘だね。オーランドのディズニーワールドで売ってるんですか。買ったものです。あ、ベルトも、いや、どういうものを持ってきたら、うん、フォトジェニックっていうか、うん、このギュッとね、はい、いっぱい持ってる感が出るかなと思って見繕ったんですけど、やっぱりユーミンさんのスタイルのやっぱ原点というかベースになっているのはやっぱ60年代かなと私たちも思うんですけど、それはなぜなんでしょうかね。皆さんそうだと思うけれど、多感な少女の時、そうですね、14歳より以前、 10歳周りで、ちょっとおませさんだったんで10歳と言わず7、8歳、うん、そういう頃の主にヨーロッパのファッションが深く刻まれてますね。家が呉服屋で、呉服屋なのに要塞部というのがあったんです、最寄りの基地、立川基地とか米軍基地から日曜日になると、たくさんアメリカ人の方が来たんですね。生地を持ち込みで、この服を作ってって言って持ってくる、でお姉さんたちが服を作ってました、で歯切れで洋服を作ってくれたり、私のものを作ってくれたり、お人形の服を作ってくれたり、オードリー・ヘップバーンとか、ソフィア・ローレンとか、そういう時代なんですけれど、ウエストマークのサーキュラースカートで、ピンヒールみたいな、そういうシルエットがすごく印象に残ってますね。スタイリッシュな小学生で、そうですね、スタイリッシュだったかも。60年代のやっぱりこうスタイルが香ってくるアイテムを今もこう買ってしまうっていうこともあったり、特にね、このクレージュは復刻版なんですけれど、まず色違いで復刻ですよね。こういう感じでなんか写真とか見たことありますもんね。ね、これはね、2000年代にやっぱり 60s の復刻として出たと思うんですけれど、マイケル・コースの、これは色といい、ね、やっぱインするんです、質感といい、しつこいですけれど、私のもう好きな 60s、黄色もお好き、60年代はそんなところで勘弁してやろうか。70年代はもうユーミンさんデビュー、72年にされるっていう時代ですけれども、でね、まだスタイリストさんっていうのが確立してなかったと思います、だから自分でなんかこう私物を現場に持って行って、一番印象的なのはソニア・リキエルなんです。その時のものを未だに撮ってあります、今も着ることもありますね、あんまり10代の女の子が着るような服ではなくて、ちょっと大人の女性、そうですね、ここら辺がパンって、若くて貼ってたとしても、そこのニュアンスが出ないっていうか、基本ノーブラで着るものなんですよ、ルックブックとか見ると。あ、なるほど。でノーブラで着てました。人前にこう出る時もノーブラで、ノーブラでした。
だけどちょっとそういう大人の女性に憧れてっていう気持ちもあったり、体験してみたかったんですね。まだ私には早いんだろうなと思いながら、はい、でも好きで来てました。80年代はもうユーミンさんの時代、はい、私はバブルの申し子みたいに思われてる節もあるんですけれど、実際にねバブルの時には楽しませる側に回っちゃって、本当に睡眠時間3時間4時間の、でもそういう時の方が電磁石のようにいろんな情報が集まってきたり、まあそんな中ファッションもグラマラスでしたね。ボディコンとか、そうですね、出てきて、はい、そんな中ユーミンさんはボディコンガンガンしてました。ボディコンも着るし、うん、トラッドの格好も両方されてた、はい、自分にフェイントかけてたのねトラッドばっかりしてるともったくなっちゃう気がするし、はい、でもボディコン楽しかったですけどね86年、はい、あたりで、はい、パリダカルラリーっていうものにくっついていったんです、はい、後に親友になる女性が、はいはい、女性ラリーストというか冒険家だったんですね、はいはい、私よりちょっと年下の人なんだけど、はいはい、でその時私はボディコンが主でしたが、はい、アウトドアってすごいなって目覚めたんですね、はい、もう今だったら体力的にもちょっと難しいなっていうクレイジージャーニーをしてましたその頃で東京に戻ってくると、はいはい、まるで東京が夢のようで、うん、その脆弱な、はい、浮かれてる、うん、浮かれてるある意味人工的な美しい世界が、はいはい、そうするとそこではボディコンとかが合うんですよね、はい、すごい人格も変わっちゃいそうですけどね、トラッドな格好をして、はい、竹を割ったような二重人格ですよね服は体験だと思ってるんで、うんうん、経験だと思ってるんで、何が来ても着こなせる自分でいたいなと思うんですよ、感性もね、実際に体もそっちの服に自分を合わせていく方が好きですね。ちょっと90年代の話になっていきますが、はい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 、90年代の前半ぐらいで、はい、音楽もファッションもあらゆる要素は出尽くしたんじゃないかな、うん、その後はエディットだったり、はい、ハイブリッドミックス、リメイク、はい、自分が新鮮だと感じれば、はいはい、それが新しいものだっていう風に移行していったような気がします。これはロサンゼルスで、はい、買ったものなんですけれども、はい、これ別にセットになってるわけじゃないでしょ、これはこれでネクタイ、古いネクタイをリメイクしたストール、リミックスとかそういうののファッションですごく体現しているような、そうですね、代表みたいな感じですよね、うん、かわいいでしょ。80年代まではなんかトレンドみたいなのがはっきりしてたから、はいはい、そこにこう乗っかっていけば、うん、なんとなく先端にいるのかなって勘違いできてたけど、うん、90年代以降はこう自分で何か持ってないと、うん、乗っかるものが何もないっていう感じですね、うん、そうですね、まして音楽なんかも何が新しいとか、いつこれリリースされたものとか関係なく、その人が出会ったものが40年代のものであっても80年代のものであっても、あ、これ新鮮って思えばそれが新しいものなんですよね。逆に情報が多いから何が好きっていうのがその人その人ではっきりしてる人が一貫したファッションができるし、一貫した音楽ができると思うんですよ。着こなしのお話
で、そのミニスカートをいっぱい持ってらっしゃるのを今のお召しだっておっしゃってたんですけど、まあ普通の人たちはもうこの年齢でミニもなって思っちゃったりもするんですけど、その着こなす秘訣は何でしょうか。ミニスカートは厳選してその時のコーディネート、あの自分の精神状態、そうじゃないとむやみには履かなくなりましたね。ただ履いてたらダメだと思うし、ただ否定してたらダメだと思うんですよ。まず着こなす足じゃないとダメですよね。年齢と関係ないなんてね。私だってもう今楽しく話してるけど、はい、一人になって偉そうなこと言っちゃったなってなることもあるけど、そのレベル本当に、まあとにかくね何事も諦めたらそこで終わるんですよ。そうですよね、もうこんな年齢だしとかって言った時点で終わっちゃうってことですね、続けたかったらね、多少負荷がかかっても続けないとなって。そうするとね、また次の世界が見えてくるんですよ、ちょっとでも。同じところにいるとそこで埋没してっちゃうから、最先端を知って、別に最先端を身につけてるわけではなく、最先端はこうだなっていうことを肌で感じて、自分の、似合うところ、心地いいところに少し後ずさるというか、やっぱりそれで情報を得ようっていう努力っていうか、もうされてらっしゃるんですよね。努力もしますし、はい、自分からただ好きで行くところと、バランスはその時その時で違うかな、でもちょっと自分に負荷がかかるぐらいが好きです。守りに完全に入っちゃうとね、ダメダメ人間になったような気がする。でも行き過ぎちゃうと痛い人になるし。そうですね、バランス、そうですね、その塩梅が。これまでいっぱいご紹介いただきましたけれども、この4点思い出の、はい、より詰まった、もうそれぞれ本当ストーリーが、はい、ある4点を、じゃあスタイリストさんがユーミンさんのためにメイクオーバーしちゃいますので、楽しみ楽しみです、楽しみにしてください楽しみ。